はい、皆さんこんにちは。園芸チャンネルのゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。ゆうきの園芸チャンネルでは、パンジーとかビオラのですね、動画をたくさん撮ってきてはいるんですけども、大体ですね、パンジービオラのシーズンがですね、10月11月に植え付けがメインのシーズンになります。ただですね、今ですね、ホームセンターとか園芸店さんに行ってもですね、パンジービオラがですね、売ってあるかと思います。そこで今回はですね、今年の春からガーデニングしようと思われていて、パンジービオラを育てるのが秋まで待てない方、パンジービオラが大好きで、もっとですね、家をパンジービオラでいっぱいに春したいと思われている方、秋にですね、自分で種から撒いてパンジービオラを育てたんですけども、うまくいかずに、パンジービオラを春ですね、楽しむのをもう諦めている方に向けて動画を撮っています。今回の動画を見ていただければですね、今、1月の下旬ですね、2月の頭でもですね、パンジービオラ今からですね、植えても春にですね、しっかり楽しみますよというですね、ことがわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、パンジービオラをやっていきたいんですけども、こちら、前回ですね、残っていた球根を、チューリップの球根を植えた鉢なんですけども、ちょっとね、見てもらいたくて、ちょっとこれ見てください。すごいですよ。ほら、見てください。もうこんなに白い。ちょっとあれだな。もう、まだね、植えて1週間も経ってないかもしれないんですけども、こんなにね、綺麗な白い根がしっかり張っています。まあまあ、こいつこれ余談ですけどね、根が張ってきているんでね、ちょっとこの、チューリップにはですね、追肥をやっていきたいと思っています。またそれはですね、別の動画で撮っていきたいと思いますので、まあそちらもですね、楽しみにお待ちください。あとですね、ゆうきの園芸チャンネルでは、植物に関するいろんなためになる情報をアップしています。チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録ですね、よろしくお願いします。また最近ですね、ツイッターも始めましたので、もしよろしければツイッターの方も登録してもらえたらとても嬉しいです。ではですね、本編をやっていきたいと思います。では早速今日もやっていきましょう。で、大きくですね、3つについて話をしていきたいと思います。まず1つ目はですね、寒さについてです。2つ目がですね、実際に植え付けをしていきたいと思います。で、3つ目がですね、ちょっとですね、僕も気になる実験をしていきたいと思います。園芸チャンネル。では早速、まず1つ目からやっていきたいと思います。パンジービオラをですね、実際に、まあ、動画とかですね、私の方でアップいろいろしているんですけども、もうコメント欄とかでですね、まだですね、ポットの、こういった、ポットの状態ですね、置いているんですけども、今からでも植えれますかというような質問がですね、結構あったりしました。結論から言うと大丈夫です。ただですね、注意しないといけないのは、まあ、基本的にはパンジービオラがですね、まあ、その外とかに置いてあって、寒さにこのポットの状態で当たっていればですね、問題なく植えても大丈夫だと思うんですけども、何かしらですね、保温したりとか、屋内に置いていて、暖かい環境に置いている場合ですね、そういった場合ですね、急に外に鉢に植えたりとかして、外にですね、出してしまうと、その環境に慣れるまでですね、弱ったりしてしまう可能性がありますので、まずはですね、ポットの状態で寒さに当てて、環境に慣らしてもらった方が、間違いなくですね、いいかなと思います。ではですね、早速植え付けをしていきたいと思います。園芸チャンネル。はい。では実際にですね、用意するのは、こちら。ビオラの苗ですね。こちら。で、こちら。土ですね。あとこちら、植え付ける用の鉢です。あともう一個。こちらですね、マグアンプ K になります。元肥として入れたいと思います。ではですね、植え付ける前にですね、4月にですね、かなりボリューム感を出して株を楽しむためにですね、今ですね、ついている花をですね、取っていきたいと思います。なんで花を取るかというとですね、植物はですね、花が咲くとですね、植物のエネルギー、養分が花の方に種をつけようと思ってですね、全部いってしまいます。1月、2月をですね、植える時期が遅いので、まずですね、株をしっかり張ってからですね、花をたくさんつかせてあげたいなと思いますので、実際ですね、花をですね、全部取っていきたいと思います。花を取るのがね、もったいないなと思うかもしれないんですけども、こう枯れている花は、捨てればいいんですけども、こういったですね、咲いている花はですね、まあ、一輪挿しとか、束ねて、輪ゴムで束ねてですね、花瓶に入れたりとかね、ちっちゃなですね、小瓶に入れたりするのもですね、いいのかなと思いますので、そういったですね、楽しみ方も合わせてしてもらえたらいいのかなと思います。ではまずですね、こちら2株の花をですね、取っていきたいと思います。ね、こちら、花の取り方はですね、以前も動画で、アップしてますので、もしね、よければそちらも見ていただけたら嬉しいです。ちゃんとね、
鼻首の根元から取ってあげるのが大事になります。ここまでたくさん全部ねこまめに取らなくてもある程度取ってあげるだけでもいいのかなと思います。ね、ちょっとでもね早く花を楽しみたいという方はですね、こういった先かきのですね、つもみだけでもね、残してあげておいてもですね、いいのかなと思います。あと合わせてですね、下葉のこういった黄色い葉っぱですね、こういった葉っぱもですね、合わせて取っていきたいと思います。で、ちょっとね、中の方も実際に蒸れた葉っぱがないかですね、あとこういった落ちてる花弁があればですね、これがですね、腐る原因になりますので、こういったのもですね、植えるときに取り除いてあげると、病気にですね、なりにくくなりますので、見てあげてください。はい、こんな感じですね、軽く取りました。じゃあもう一個の方をね、やっていきたいと思います。株自体がね、弱っているとですね、スポッとですね、株自体が抜けちゃう可能性もあるのでですね、ちょっとね、こんな感じで軽く株を押さえながらですね、取ってあげるのも株が弱っている場合はですね、おすすめな方法になります。ね、こっちも同じように、ちょっとね、こういう枯れてる葉っぱとか、こんなね、枯れてる葉っぱとかをですね、取っていきたいと思います。はい、こんな感じで完成です。じゃあですね、肥料していきたいと思います。こういったですね、鉢に植える場合はですね、黒の土をですね、全部出しちゃうと、後々ですね、しまうのも大変になるので、まあ、土の分だけですね、こんな感じで測って、あとはこの、ポットのですね、土の分、ざっくりですね、測ってですね、土をね、用意していただくと、無駄がなくですね、鉢植えができるかと思います。で、これにですね、マグアンプ系を、まあ、ざっくり、一つかみですね、入れていきたいと思います。何かな？で、均衡に混ぜるためにですね、一回出して、こんな感じでね、混ぜて、土を充填していきたいと思います。これ植えていきたいと思います。こんな感じでちょっと押してあげて、ウォータースペースを作ってあげましょう。こんな感じですね。ポットですね、1センチか2センチですね、ウォータースペースを作ってあげた方が、春先とかですね、水やりするのが楽になりますので、こういう風にですね、土いっぱいですね、表面までせずに植えるのがポイントになります。はい。ということですね、これで植え付けが完成しました。実際ですね、これはどうなるか見ていきたいと思うんですけども、3つ目ですね、ちょっと実験をしてみたいと思います。僕のやり方としたら、まず株をですね、太らすために、花をですね、全部取りました。でも本当にそれが必要なのかどうかですね、実際にですね、僕も実験したことはないので、実験をしてみてですね、どうなのかっていうのをですね、判断してみたいと思います。なのでですね、3つ目としてですね、この花がこう、ついた状態でですね、植えたものとですね、この状態でですね、植えたものがね、どうなるかというのをですね、条件を変えずにですね、実験をしてみたいと思います。ではですね、こちらも植え付けしていこうと思います。見てください。かわいいですよね。はい、では植え付けをしていきます。
はい、でこれをまた戻します。戻してね、下葉とか何も取らずにですね、植え付けをしていきたいと思います。よいしょ。これでね、変わらなかったら元も子もないんですけどもね、変わらなかったらね、こちらの、ね、最初から綺麗に楽しめる方がいいのでね、春先どうなっていくかですね、ちょっとこれでですね、実験をしていこうと思います。同じようにね、ちょっとキュッキュッと空間を詰めてあげて、あとウォータースペースを作ってあげて、まあ、せっかくなのでね、ちょっと枯れてる、まだ取ろうかな、こういったのだけ、こういったね、枯れてるやつだけはちょっとさすがに取ってあげましょう。下葉は取らないですけど、ちょっともうね、茎が枯れちゃってるのはね、完全に病気になるのがわかるので、そうやって軽くとね、取って。はい、こんな感じで完成です。園芸チャンネル。これでですね、完成になります。園芸チャンネル。はい、ということでですね、今回はファンジーブロが今からでも間に合うよというですね、春の植え付けについて動画を撮ってみました。今回動画見ていただいていいねと思われた方はぜひ高評価お願いします。またゆうきの園芸チャンネルではこれからも植物に関するいろんな動画をアップしていきたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。